ベレッタ PX4 はイタリアのベレッタ社が開発した自動拳銃である。ベレッタ社が同社初のポリマーフレーム拳銃として発表した M9000S はデザインを中心にパーツを配するなどした結果操作性が良好とは言えず売れ行きはぬそこで新たに発表されたのが本銃である。ベレッタ92をはじめとした従来のベレッタ社製の拳銃で広く採用されていた。 クロップアップ式ショートリコイルでは、重心下部左右のロッキングブロックによる閉鎖機構上、強度、小型化に限界があり、40S&W 弾よりも大きい光景は用意できなかった。また、サブコンパクトサイズまでサイズダウンすることも難しかった。それらを受けて、当時は M8000 のようなローテーティングバレルを採用し、全体のサイズはセミコンパクトサイズとしている。 フィールドストリップした PX4PX4 に標準装備されている3種類のバックストラップ PX4 ストームはバレルが約60度回転しながらロックを解くローテーティングバレル方式をベレッタ M8000 から継承したベレッタ社の最新世代拳銃である他メーカーに一足遅れフレームには特殊ポリマーを採用簡単な作業でグリップを3段階に変換でき マガジンキャッチの左右入れ替えが可能。また、バレル、マガジン、スライドの交換で QX19mm パラベラム弾、QX21mmIMI 弾、40S&W 弾及び、45ACP 弾の4種の弾薬に対応できるというコンセプトを持つ。これが PX4 という名の由来にもなっている。ただし、45ACP 弾モデルについては、 新規フレームや競争弾薬に対応するため各部の強化を図り、フラッシュライトの保護、サプレッサーへの対応を考慮し半インチ、長いバレルを採用した PX4 ストーム SD という名前でラインナップされている。レールは M1913 ピカティニレールを採用しているため汎用性も高い。ベレッタ PX4 の登場作品を表示するには右の 表示をクリックしてください。24-24- 24シーズン6でマイクドイルが使用。ST 赤と白の操作ファイルユリネトモヒサが使用。インセプションコブが使用。ダイハード4.0ジョン・マクレーンが終盤にルッソから奪い使用する。ダイハードラストデイリーナがサブコンパクトを使用する。特攻野郎 A チームザムービー操作隊が使用。ロボコップ序盤で。 警官時代のアレックス・マーフィーが使用。ケニン・カナンの愛獣。オドカラーのフレームを装着している。ルパン三世血の刻印永遠のマーメイド。教室が使用。オペレーション7ゲーム内ショップにて、PX4 の名称で登場。ゴーストリコン・アドバンス・ウォー・ファイター2シングル、オンラインの両方に登場。スプリンターセルブラックリストはじめに使える。ハンドガンとして45口径仕様が登場。 初期で使えるため、極端に性能が低い。サプレッサー対応、バイオハザード5マースネリーズでジルバレンタインが使用、クリティカル率が極めて高い。ゲート自衛隊彼の地にて、各戦いリボー国の特殊部隊の装備を呼び、その装備を六獲した自衛隊の人数外の装備として登場。ふわみま。ありがとうございます。